ペースでしたら、はい、可能性はありますね。はい、鮮やかな白のコスチュームがプールサイドで映えます。カナダのシルビー・フレシェット、176センチ、25歳の学生です。去年の世界選手権、オーストラリアのパースで行われましたがソロで優勝、そしてドイツのボンで行われましたワールドカップでも優勝、世界のトップに君臨しましたカナダのシルビー・フレシェット。さあ、オリンピックの金メダルがなりますか。ライバルアメリカのクリステン・ボブス・フラーグはすでに演技を終わっています。今回彼女はこの陸上動作でも大変珍しい、初めのポーズですし、髪飾りもつけてませんね。ちょっと変わった感じで挑戦をしているようですね。はい、大きな体で優雅な演技を行います。安定感があります。柔軟性を生かした演技でアピールとは十分というチャンピオンの風格さえ見せます、カナダのシルビー・フレシェット。ここまで何もしてないようなんですが、もう素晴らしく進みが早いんですね。もうすでに、はい、25メーターに近いところまで進んでいますね。そうですね、プールの中央で演技を行っています、カナダのシルビー・フレシェット。曲はマスク。彼女も予選とは打って変わったように大変素晴らしいです、はい、ここまで非常にパワフルですね。予選のルーティンではアメリカのバブス・プラーグと全く同じ得点でした。はい、4年前のソウルオリンピックでは同じカナダのキャロリン・ワルドが金メダルを獲得しています。そのワルドからチャンピオンの座を引き継いでこのバルセロナにやってきましたシルビー・フレシェット。シンクロナイズドスイミングは8歳から始めたということです。歳から始めて25歳、柔軟性を生かした演技ですね。はい、スピンは大変難しいです。反ったままでスピンをするというのは、腹筋も背筋も使いますし、はい、難しいですね。金メダル獲得がなりますか、カナダのシルビー・フレシェット。アメリカのクリステン・ボブ・スプラーグとの争いです。日本の奥野文子選手は銅メダル。決まりましたね。ここは大変長いフィギュアでとても苦しいところです。この表情をご覧ください。笑みがあふれます。カナダシルビー・フレシェット、カナダ国旗が振られます。素晴らしい演技を行いましたフレシェット。さあ、金メダルでしょうか、銀メダルでしょうか、いかがでしたか。とにかくパワーという点では世界一の選手ですね、はい、何か背筋が寒くなるような、ね、そういう演技でした、はいはい、
何かスタンドの観衆も演技が進むにつれてだんだんこうシーンとしてきましたからね。はい、何かこう観客が一つになるような、はい、あの雰囲気がありましたね。そうでしたね。素晴らしい演技を終えましたカナダのシルビー・フレセット。さあトップに立つためには 99.291 以上が必要です。さあ得点は何点が出ますか。現在のところアメリカクリステン・バブスプラークがトップ、日本の奥野が続いています。さあテクニカルメリットです。10点が2人、トータル 59.40。 ああちょっとスプラーグよりは下回っていますが、次のアーティスティックインプレッションはどうでしょうか。10点が3人、あトータル 39.76。 そしてルーティーンの合計が 99.160 は銀メダルです。金メダルはなりませんでした。カナダシルビー・フレセット銀メダル、金メダルはアメリカクリステン・バブス・クラーグ、そして日本の奥野史子選手が銅メダルを獲得しました。素晴らしい演技でしたが、わずかに及びませんでしたね。